やっほー、皆さんこんにちは、中里依紗でーす。中里依紗先生は今日なぜこんなにご機嫌マックスなのかと言いますとですね、私in愛媛じゃないですか。今日ついに20時間ぐらいですね、帰れるんです、東京に。やったー、ウーバーイーツ、やったー、トカゲくん、やったー、レイちゃんいてくれてるけど、私は東京に帰れる、ルルルルン。まあ愛媛も好きなんですけども、ちょっと東京に帰れるということでですね、今からですね松山空港に向かってですね、ちょっとだけお土産を買って、トカゲくんに今日はサプライズをしたいと思います。言ってないんですよ、ドッキリですよ。本当はもっと14回寝ないと私は帰ってこないっていうことにしてるんですね。だけど多分今7回目ぐらい寝たのかな、ちょうど半分なんです。それでちょっとだけね空き時間があったの、だから一瞬帰れるじゃんこれと思ってチケットを取って、今日はですねトカゲくんに会いにドッキリサプライズということでですね帰りたいと思います。嬉しいです、お母さん。レッツ東京、レッツゴー。はい、ということで皆様、今撮影が終わり、マンボリアンなのでですね、すごい久々マンボリアン撮っちゃった。急にマンボリアンが出てきたということはですね、私がすごく幸せ絶好調ということですね、れいちゃん。そうでございます、ね、はい、いただきますの前に出てくるマンボリアンがつくっていうことはですね、とてもお幸せマックス。それはですねトカゲ先生に会えるからですね。すごい、どうしようと思ってさ、トカゲくんがさ泣いてくれたらどうしようとかさ、リアクションがさもし薄かったらどうしようとか、いろんなどうしようがあるわけ。わかる？最近ちょっとさ反抗期じゃん、なんかちょっと大人になったよ、ね、ちょっと大人になったから、うん、って感じじゃないと思う。嘘、多分言葉を失うと思う。どう思う？いや、なんかちょっとおももぐらいのレベル。いや、私は多分で絶対でも多分カメラを回してたら恥ずかしがるから、こそっと撮っといた方がいいんじゃないかなと思うから、私はちょっとね、あの飛行機まで時間があるので少し何かをしたいと思います。何かっていうことは決まってないんですけども、何かをしたいと思います。ねえ、ちょっとみんな聞いてくれない？すごく私はあの松山城を最後にちょっとれいちゃんに見せたくて、あと石田ちも行ってみたいって言ってたから、松山城に5時1分に着いたら5時までだったわけよ。ねえ、リフトが、私ね今日ね本当にね飛行機のチケットもちょっとね自分の予想で取っててギリギリ間に合わなくてまた取り直したんだけど、あと今のさロープウェイもさあと1分だったわけよ。全て私のせいなんですけども、今日ね私ね朝の目覚ましテレビのねランキング1位だったの。れいちゃんなんか何位だったっけ？5位でしょ。5位と1位なのになんかすごく今日ちょっとついてないよね。惜しいよね、何か惜しいの全てが。そう、どうする、これでさ空港行ってさ何かもう一回惜しかったねって出来事が起きたらさ、トリプル惜しかったねだよ今日。やばいね。だからちょっと惜しかったねっていうのがないように気をつけて帰りたいと思います。はい、ということで今着きました。お迎えが来ております。それは北の国から来てるんですかねっていう感じの人が来てるんですけども、今から車に乗ります。はい、ということで北の国からあのお迎えが来ております。ありがとうございます。北の国からお迎えよく北の国からコンコンコンっていうこと。あ、そういうこと。北の国で頭の回転が悪すぎちゃって、北の国からコンコンコンな、お迎えが来ております。ありがとうございます。どうですか、あの私が1週間ぐらいいなかったですけども、トカゲくんだったりあの北の国からコンコンコンさんはいかがでしたか？いや、すごいあの大変ですよ、そりゃ。どういう大変でしたか？今日洗濯物が山盛り溜まってます。今日？今日はないよ。びっくりした。多分大丈夫。本当？あ、でも畳んではない、ごめん、畳んではない。マジ？それはもうだから見てないことにしてよ。分かったよ。ということで今からお家に帰ってトカゲくんにサプライズしたいと思います。イエーイ。どんな感じだった？ちょっとそんなになんかママママって強がって言ってなかった？まあそう、ただ1週間間違えてた計算が。え、もうようやくママに会えるとは言ってて、うん、じゃあ帰ってくるか知ってんのかなと思ったら、またサプライズだよ。でしょ？うん、まだもう1週間あったって言ってたから、わあ嬉しい。まあ多分すごい寂しいは寂しい。あ、本当？ちゃんと寂しがってくれてた？めっ
ちゃくちゃ寂しい。私必要とされてるじゃん、嬉しい。っていうことで、おかげくんにすごい土産をいっぱい買ってきてるので、それをすごい喜んでくれるかなと思ってさ。ねえレイちゃん、絶対あれ喜ぶよね、うん、喜ぶと思う。だから喜ぶだろうなってやつを買ってきてるので、それをあげたいと思います。おしゃべりしましょう。今からちょっとトカゲくんにお土産大会をしたいと思います。まず最初にですね、こちらのお土産を買ってきましてですね、そしてですね、今日お勉強をねちょっとね頑張ってるって聞いたんですよ。しかもまさかの勉強姿勢がすごいスカラカになってたんですよ。めちゃめちゃ今綺麗になったの。あちゃこが昨日ね、でしょシスターさんが昨日ねじゃあさ、そのさ、お勉強机をさ、片付けてくれたさ、あちゃこにこれをありがとうって渡してくれる？ママからですって。ちょっと今ありがとうございます。ありがとう、イエーイ、みっきゃん。そして今治、そう、今治のハロやっぱりね、愛媛といえば今治らしくて、それを買ってきましたので、ぜひ使ってください。いえ、ありがとう、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてトカゲくんにですね、この机が綺麗になったということで、じゃじゃん、こちらです。こちらは何ですか？ノート。そうです、みきゃん帳って書いてある。めちゃめちゃ可愛いでしょ。みきゃんの多分自由帳だと思うんだけども、こちらを買ってきたの。どうですか？可愛い。可愛い、いただきました。どれが好き？私ね、どれが好きだと思う？この中で一番好きなの当てて。これ、え、なんでわかるの？これが一番、だって目が光ってしまう。そうそう、が一番好きそうなタイプ。そうそうそう、すごいね、れいちゃん、うんうん、私本当にね、このコミキアンが好きなんですよ。トカゲくんっぽくない？うん、そうなの。似てるの、あなたにすごく似てるの。それでね、後ろにね、悪いコミキアンがいるわけ。ここ見て見て、この悪いコミキアン、これさ、きなこに似てない？似てない。これすごいきなこが悪い時に似てんの。青リンゴだ、青リンゴ。青リンゴじゃなくて、全部みかんなのこれで、かびたみかんってことらしいの。そっか、緑がかびてるらしいんですよね。確かに、葉っぱだけ食べられてる。そうそうそう、食べられてかびてるでしょ。みかんはかびたら緑になるやつよね、っていうことで、これがね、こういう風になっております。 OK ですか？そしてもう一つですね、すごいね、これは絶対着てほしい、今すぐ着てほしいというお土産があります。こちらです。みきゃんの T シャツです。すごい可愛いでしょこれ。イエーイ、絶対に似合うと
と思ってね買ってきたの。もうママさ、みきゃんがさもう大好き、しかもサイン付きじゃん。サインがついてます。すごい可愛くないですか。愛媛って書いてある。だからママね、愛媛で頑張ってるから、ちょっと上からちょっと来てもらっていいですか。あ、見て、ぴったり、かわいい、最高じゃん。出身地愛媛ですかぐらいのみきゃん持ちなんですけども、すごい可愛いですね。何これもね、買ってきたの、エコバッグにと思って。これいいでしょ。これも買ってきたの。はい、なんでさ、真っ白のみかんがいるの。わかんない、なんかウォーリーを探せみたいなことなんじゃないの。違う、あ、こいつ緑色。おー、緑色、すごい緑色でしょ。そしてね、レイちゃんからもね、お土産があるの、高谷くんにね。だからは高谷くんにこの絶対好きなやつ、なんだこれ。おみくじ。おみくじ、友達が持ってた。やばいでしょ、これ何。大吉。今の気分じゃん、大吉。よかったね、ママが帰ってきたからでしょ、うん、しかも今日目覚ましテレビでね、私たち天秤座何位だったと思う。1位です。そうです、だから今日はさ、やっぱりトカゲくんにとってもママにとってもハッピーな日じゃなかった。やっぱりね、ママね、今日ちょっとね、最初に乗ろうって思ってた飛行機に乗れなかったり、いろんなね、ちょっと残念がちょっと続いたわけよ、今日。だからね、1位じゃないじゃんって思ってたわけ。だけど、トカゲくんに会えたから、もう全部撤回して1位だ、今日。そう思うでしょ？トカゲくんも今日は？いい日だった？うん。ママがいなくてどうでした？この1週間。悲しかった。悲しかった？本当に？でも、パパと、あちゃこと、レイちゃんが、みんなに助けてもらった？うん。いっぱい。だから皆さんにお礼。ありがとうございます。いつも。ね、本当によく頑張ってます。あ、すいません、すごいずっと見守ってってくれたちょっとキツネさんがいるんですけど、あのお土産ですよね。そうですね。そう、ここのね、じゃこ天美味しいから。やった、買ったやつです。よかった、あるぞ。ねえ、食べよう、早速。あの、私がいない間、留守の間、おうどんとか作られてるんですよね。ラーメンじゃなくて、じゃこ天うどん。そう、じゃこ天をね、うどんの上に。このままでも美味しい。そうそう、このままでも美味しいから、どうぞ。どこのじゃこ天か、ちょっと一回見せよう。まえそさん、じゃあここさ、何のやつ。違うよ、このじゃこ天は前祖さんじゃなくて、これ中吉な、宇和島のこのじゃこ天。だからこれをちょっとあのお土産に買ってきたので、ぜひ食べてください。ありがとうございます。はい、あと1週間頑張ってください。ありがとうございます。はい、一つ確認なんですけど、じゃこ天屋さんの社長さんがくれたわけじゃない。くれたわけじゃない、なんで今日は少ない時間だけど、少し一緒にいようね。じゃあウーバーし、じゃこ天食べよ。はい、ということで皆さん、今日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。はい、ということで、また皆さん次の動画でお会いしましょう。中里依紗でした。トカゲくんでした。じゃあ